このキスマークも、いやあのそういうのじゃなくて、あの、なんていうの、会った瞬間に吸われたんだよ、うん、会った瞬間に吸われたんだって。なんか、俺のだとか言って急に。やめてほしいじゃん、もう中学生じゃないんだから。私もうなんか梅毒みたいなんだって。キスマーク流行ってから、会った瞬間にキスマークつけられたんだって。眉は縛りすぎだってっていう、その意見をみんなの意見とかちゃんと聞いてて、それもそうかもしれないって思った矢先に私別れたじゃん、その時に。俺はギャンブル選ぶってさ、なんつうの、普通の人だったらそんなに縛らないと思うけど、料理するときどこに置くの、また料理したらもう、とアングルが どうしたらいいのって。そしたらどこでも持っていけるじゃん、うん、でもあ見えやすいかな。フワッチアカウントだからね、一瞬消えてたんだよ。一瞬消えてたんだけど、急いで問い合わせしてっつって、ほんとたまたまだよ、復活したの、ね、見してもらったもん、あの最初嘘だと思ったから。いや、早くね、早かったよ。やらせないんで。
ないからやらせません。しようわ。珍しくない？前がパスタ作るの。前からのアプローチって何？ね、西田さん、今日さ、私カラオケ行く予定だったのね。どう思う？行っていい？今日行っていいですか？行ってもいい？いい？一人で、どっちがいい？ありがとうございます、匿名さん。あー、似てる？いや、全然違うよ。めっちゃいい人じゃん、だって。ありがとう、花火。
はい。どうです、これジロンがすごい好きなんだ、このパスタ。チーズのどれや、チーズどこ、わからん、ジロンわかんない、チーズどこか。持っててや、スープ入れたお湯でスープ作るの。どう作ってないよ、ちゃんと入れ替えたよ、入れ替えたよ、ちゃんと。あ、ごめんなさい。つけのりきれいにしてや、汚いよ。俺が作ったやつにきれいにすればいいじゃん、ちゃんときれいにしてや。食べて、もうゆっくりしようじゃ。もう風邪ひく。いい加減にしても。もう風邪しない。お前も。本当にしなって。本当にやりたい。よいしょ。いや、眉食べないよ、こんな時間。